あ、起きた。そうだ、ミッコは昨日の事件はどうなった？警備会社のオーナー足崎という男が屋上で撃ち殺されていたそうです。オフィスが燃えてたみたいだが、火を放ったのも同一犯か？さあ、詳しいことは何も。そうか。それともう一人、昨晩足崎の元を訪れていた西村という男性が今朝路地裏で殺害されているところを発見されたそうです。こいつらが殺したからよ。こいつらが、こいつらがお父さんとお母さんを、真帆を焼き殺したのよ。そういえば海藤のおっさん、さっき警察が来てたぜ。後で事情聴取したいから目覚ましたら連絡してくれって。ちめんどくせえな。だだだだだだ。銃弾は肩をかすめただけで大事ないそうです。奇跡的に骨折もないそうで。医者が頑丈だってびっくりしてたぜ。屋上から大人一人抱えて落っこちて平気とかどうかしてるって。だったらこうしてる必要もねえな。海藤さん、のんきに入院してる場合じゃねえ。ミキコを追う。警察が来たら厄介だしな。俺も手伝うぜ。ねえ海藤さん、でしたらこちらを。これは神室町でこれまで殺害された4人の被害者のデータです。昨晩のうちに調べてまとめておきました。おお、助かるぜ。調べてみたところ、被害者たちは少なくとも表向き語りの人間だったようです。ただネットの情報によると悪い噂のあった被害者もいたようで、どうも実態のわからないきな臭い人間が多いです。ハングレってのはヤクザと違って組って縛りがねえ。抜けるのも入るのも自由。それこそ大学のサークル感覚だな。昨日あんたの家を襲った青い髪のやつが言ってたように、今は連中足を洗って肩着として過ごしてたんだろうさ。なるほど。それと被害者の中には過去に地下格闘技大会などに出場した経験のある手だれの男もいたようです。にもかかわらず犯人は被害者をねじ伏せ尋問さえした形跡があったとのことで。ミキコは昔から護身術の心得はかなりあったが、結婚した後も趣味でジムとかキックボクシングとかいろいろ通ってたよ。母ちゃん強かったし、多分男が相手でも怠慢なら負けねえと思うぜ。そうかよ。それで次はどうするんだ？そうだな、とりあえず現場を調べるか。現場というと？昨夜殺しのあったビルだよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえ。なるほど。ですが昨日の今日です。警察が入れてくれますか？許可取るつもりなんて最初からねえさ。忍び込む。そうですか。なんかすごいですね。それじゃあ俺たちは行くんで、警察への言い訳は頼んだぞ。ええ、ミキコさんをよろしくお願いします。彼女を止めてあげてください。ジュン、それにカイトさん、なぜ？け、いや、これはその深い事情があってな。貞本さんこそどうしてここに？いえ、警察の知人から連絡があって、ジュンらしき少年がここにいると。そうか。ジュン、お前
何をやってるんだ。一人で何日もほっつき歩いて。うるせえよ。俺は帰るつもりなんてねえからな。あ、ジェン。まったく、あの子は。あの、貞本さん、ちょっと話せるか。ジェンのことと、それとミキコのことだ。え、ミキコも。結論から言う、あんたの奥さんミキコは生きてる。生きてる。ミキコがどこにいるんですか。無事なんですか。ああ、無事といえば無事だ。だが相当厄介なことになってる。厄介なこと。そんなことになっていたなんて。まさかミキコが殺人なんて。ミキコは言っていた。真帆ちゃんや両親を焼き殺したのはグレン会の連中だって。にわかには信じがたいです。あの事件は真帆ちゃんのストーカーによる仕業だとずっと思っていましたから。あの、カイトさん、ミキコはストーカーのこともグレン会のでっち上げだって言ってたんですよね。そうらしい。ストーカー野郎は放火の濡れ衣着せられて殺されたのかもしれねえな。貞本さん、何でもいい。今回のことについて何か心当たりないか。今はとにかく情報が欲しい。まさか。ん？どうした？実は放火事件の以前からミキコの実家はとある不動産ブローカーに土地の売却を提案されていたそうなんです。確か外資が大規模な商業施設の開発を検討しているとかで、話がまとまればかなりの額で売却できるとか、そんな話だったかと。ミキコの両親はそんな誘いを一蹴したと聞きます。真帆ちゃんのストーカーによる放火事件はそんな時に起きました。そうか。その放火事件の裏にグレン会がいたってことだね。立ち退きに応じないミキコの両親を脅すために。あるいは最初から殺害するつもりだったのかもしれません。ミキコのご両親や真帆ちゃんが亡くなった後、あの土地は遠い親戚が相続したのですが、いわゆる事故物件扱いになってしまったので扱いに困り、結局ブローカーを通して売却されたそうなのです。そしてその事実をミキコは知ってしまい殺されかけた。筋は通るな。だとしたらミキコの気持ちはわかります。私だってそいつらが犯人ならこうしてやりたい。たかだか金なんかのためにあまりにもひどすぎます。それと貞本さん、そのあんたに会ったら聞いておきたいことがあったんだ。ジュンの本当の父親のことだ。ジュンが言っていたんでしょう。あなたが本当の父親かもしれないって。あ、わかるのか。以前ジュンと言い争いになった時にあいつがそんなことを言ってましたからね。そうだったのか。ジュンは私の息子です。間違いありません。まあそうだよな。ジュン自身本当は分かっていると思いますよ。そんなのは自分の幻想だって。あの子はもう14ですからね。分かってる？そうなのか？ええ、ジュンはそう思い込みたいだけなんです。確かあれは小学校の頃だったと思います。
純のやつ。その頃からミキコの日記をこっそり読んでいたようで、ずっと憧れていたようですよ。ヤクザのヒーロー、カイトーさんに。本人からも聞いたよ。私は純が小さい頃から仕事が忙しく、ほとんど構ってやれませんでした。仕事でイライラしていた時は、構ってほしくて無邪気に近づいてきた純を邪険に扱ってしまったこともあったと思います。だからミキコがヒーローのように書いたあなたのことを本当の父親じゃないかって信じたくなる気持ちはわかるんです。だから純にはもう少しその幻想を信じさせてあげておいてもいいと思います。実の父親としては情けない話ですが。あ、まずい、取引先からの連絡が。貞本さん、純のことは俺が探しておく。責任を持って家に帰らせるが、あんたももう少し純と話をして。失礼。はい、貞本です。例の仕事の件ではお世話になりました。ちなみに謝礼は払いますんでご心配なく。大丈夫です。ちょっとトラブルで。見ただろ、ああいうやつなんだ。結局仕事が最優先。忙しいんだろ、そう言うね。さてクソ親父もいなくなったことだし、調査続行と行こうぜ、カイトのおっさん。ああ、確か現場は天下一通り裏だったな。まだ警察がいるかもしれないんだろ。ま、そん時はそん時で。行くぞ。ダメだ、こっちにも警察が。どうすんだよ。仕方ねえ、こっそり忍び込むか。純、お前はここで待ってろ。もしバートーの連中が来たら、近くの警官に向かって叫べば連中も逃げてくだろう。ああ、わかった。さて行くか。
ってなんだ。これか。さてと、これか。これは
ん？こいつらどこかで見覚えが。本当だ。弱えな。署内の大会で優勝したって言うから期待したのに。参ったな。将棋クラブとか入ってんの？別に。教わったわけじゃないし。ま、生まれ持った才能ってやつだね。おい。あ、赤いとのおっさん。何やってんだ？暇だったからおまわりさんと将棋してたんだ。行くぞ。手がかりが手に入った。行くってどこに？次の調査だよ。おお、分かった。はい、何でしょう。お前パソコンとか詳しいよな。燃えちまったハードディスクのデータを確認したいんだが、できるか？状態によりますが、不可能ではありませんね。お、なら頼んでいいか？できれば急ぎで。ええ、お安い御用です。海藤さん、今度はどんな事件に首を突っ込んでるのですか？ああ、そうだな。一応お前には話しておくか。他にも調べてもらいたいこともあるし。実はな。なるほど。ハングレグレン会に夏目家の放火事件ですか。なかなか興味深いですな。海藤さん、例のハードディスク、高速バイク便をそちらに向かわせますので、すぐに送っていただけますか。届き次第解析してみましょう。おう、わかった。頼むぜ。それじゃ張り込みに行くか。お前の母ちゃんが現れるかもしれねえ。張り込みって刑事ドラマとかで見たことあるけど、すげえ退屈なんだろ。嫌なら事務所で待ってたっていいんだぜ。いや、俺も行く。